ケール、シーザーは、2016年公開のアメリカ合衆国の映画、公演兄弟監督のコメディ映画、1950年代、ハリウッド。エディ・マニックスは、早朝から若い女優の契約違反を尾行し、警察の追及から逃れさせる。彼は、映画スタジオ内外で起こるどんなトラブルにも対応する、汚れ仕事受け負人だった。朝、教会で懺悔するところから、 彼のツ日は始まる。テレビの台頭に危機感を抱いたキャピトルピクチャーズ社は命運をかけた歴史スペクタクル超大作映画ヘール・シーザー。キリストの物語の制作に乗り出している。撮影にはトラブルが続発。エディはカトリック、プロテスタント、ユダヤ教、正教の宗教者たちと宗教的見地から内容に問題がないか会議をしていた。 問題は、キリスト役で、宗教者の反発も強く、また予定される北海座、ワフォックスに移籍する予定だった。一方、水中バレエ映画スターのディアナは、未婚のまま妊娠し、西部劇のスター俳優ホビーは、ロマンス映画、我らは踊るに抜擢されるが演技と発音が問題となる。そしてディも、問題解決能力を買われロッキード社からのヘッドハントを受けていた。 そんな中、主演驚かす役のベアード・ウィット・ロックが何者かに誘拐されるという大事件が発生する。エディは事件解決に向けて極秘裏に動き出す。海辺の邸宅で目を覚ましたベアードは誘拐犯の会議に顔を出してしまうが、彼らは共産主義思想を隠さない。ベアード抜きで撮影は進められ、そこに10万ドルの身の白金を要求する脅迫状が届けられる。 ゴシップ記者ソーラは、ベアードの同性愛スキャンダル記事を書くと話すが、エディは逆に、ホビーの熱愛記事のネタを提供する。ソーラの妹でやはり、ゴシップ記者のセサリーは、誘拐を聞きつけて記事に書くと話す。エディは、彼女たちに決して真実を明かさず、明日の記事に載せないよう誘導する。事務所に戻り、現金をカバンに詰めながら、エディはホビーに誘拐事件を打ち明けると、 ホビーはエキストラを怪しむ。エディは、バート主演のシンギン・ディンギーが撮影中のスタジオに行き、ディアナのお腹の子の父である監督のアーンを説得しようとするが、彼には妻子がいた。エディは、恩便に出産させようと一計を案じる。その頃、誘拐犯たちはベアードに自分たちの共産主義思想を語って聞かせ、ベアードなりに彼らの思想を受け入れる。一方、 撮影スタッフたちも怪しいエキストラを突き止める。その夜、ホビーは会社からの指示で女優のカーロッタを伴って自らの主演映画物臭なお月様の死者会へを赴く。その頃、同じ町のジョーシルバーマンの事務所で話し合いが行われ、ジョーがディアナの産む子の里親となり、その後彼女が養子として引き取ることでまとまった。一方、ホビーは カーロッタとの食事の席で10万ドルの入ったカバンを目撃し持ち去った男バートを追跡する。ホビーはくつろぐベアードを見つけると連れ帰る。バートと共産主義者たちはカッターで海にこぎ出すとソ連の潜水艦が現れる。バートは潜水艦に迎えられるが10万ドルのカバンは取り落としてしまう。翌朝何事もなかったように戻り、 すっかり共産主義に毒されたベアードは、エディに対し、資本論は、あらゆる分野に通じると、熱弁する。エディは、平手打ちし、我に返させるとベアードを褒めておだてて、スタジオへ向かわせる。エディは、秘書からディアナがジョーと結婚することになったと報告を受け、さらにソーラに対する口止めも成功する。エディは27時間ぶりに懺悔するが、結局苛立ってしまう。そして、 いつもと同様に、エディの1日は始まるのだった。エンドロールでは、はじめに、ソ連の軍歌が流れる。カッコ内は日本語吹き替え映画の舞台は1951年だが、この少し前に、パラマウント MGM アーナー RKO20 世紀、ホックスのメジャー映画会社5社に対する、パラマウント訴訟により、独占禁止法に触れるとする判決が出され、各社とも自社で抑えていた。 映画館を手放すことになる。またテレビの登場で観客が減少し、余裕があった時代には制作できた B 級映画を削減せざるを得なくなり、一本の作品にかける対策主義を取るようになった。また主人公は実在の映画プロデューサーエディ・マニックスをモデルにしている。彼は MGM で伝説的なフィクサーとして活躍し、 1924年から1962年の間に MGM で制作されたすべての映画の予算、収入会計帳簿を管理していた。またキャリアの中で強制中絶、偽装結婚、その退屈かの未解決事件のスキャンダルを残している。ありがとうございます。